皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね7月17日月曜日、まあ今週最初なんですが、今日はですね海の日で、祝日なので日本株は休みとなっています。まあただですね為替の方は、今日もあって、まあ為替の動きと、まあ為替今週、注目の曜日ですよね、まあ予定とで、まあ明日からになりますけど注目銘柄を振り返っていきたいと思います。で、ニューヨークダウ、先週末プラス113、日経平均が最後マイナス28で終えていて、まあドル、ユーロ、まあ今のところですね、まあやや円高では推移してるんですけど、まあドルとかもね、チャート的に日足で見ると、下髭の大陽線出た後なんで、まあ137、138はちょっと、重いかなと、重いというかそこがたいかなと思うんですけど、まあこれから見ていくですね、まあ今週の、注目、まあ予定というかね、為替イベントを見ると、ちょっとね、緊張感があるかなと思うんですが、まあ、まず今週注目は、明日火曜日と週末金曜日、この2日になります。で、まず明日ですね、火曜日の夜9時半にあるのが、小売り、売上高っていうのが、まあ大事かなというのがまず明日ですね。だからそこの前に、この為替がですね、この時間の前、まあ、前後、当然こう出た後は動きますけどね、前に、ある程度またリスク回避で円高に動くのかなっていうところを仕掛けたいと思っています。で、まあ、週中頃はですね、アメリカの、まあ、注目企業の決算もありますけど、次に注目なのは、円に関することでいくと、金曜日になります。はい。金曜日の朝8時半ですね、全国消費者、物価指数っていうのがあるんで、まあ、ここはですね、結構大きく動くのかなっていうところですよね。まあ、ただ、これは円に対するもんなんで、そのドル、ユーロ関係なくね、もう円が強くなるか、円がまあ売られるかっていうポイントですよね。で、まあ今言った火曜日、金曜日、まあその他にもありますが、この大きなイベントを終えると、今月、まあラストの週ですね、まあとんでもない日程なんですけど、まあ26からかな、6、7、8と、まあ3日連続政策金利ということで、アメリカ、ユーロ、日本の順番だったと思いますけど、なので、もしかしたら1日目にドルで、まあ、0.25 の利上げとかね、もしかしたら利上げなしとかですごく動いて、で、その後、ま、ユーロでそこまでサプライズっていうのはどうかなっていうふうには思いますけど、で、ま、ユーロがまた動いて、で、さらに翌日日本の、YCC がね、まあ、何もなくて、また円安に行くのか、まあ、万が一サプライズだったら超円高かっていうところで、3日連続ね、激しく動く、まあ、その前なんで、今週がね、正直、かなり読みづらいです。まあ、金曜日のこの日本のに関しては、まあ、強いと思いますが、それ以外に関しては、まあ、ある程度、円安とか円高に行っても、来週のことを考えるとね、あまり攻めすぎれないんじゃないかなと思っちゃうんですよね。結局、ある程度の誤差で取ったところで、大きな変更があったら、やっぱその流れにさすがに勝てないと思うんでね、かなり緊張感がある、上下、があるかなと思います。で、今日もですね、まあ、5分足で、見てる方は、まあ、レンジ、まあ、でかいんですけど、まあ、やっぱある程度円安に行ったかなと思ったら、1時間後にはね、かなり円高に売られてっていう展開になってるので、正直、まあ、チャートでいけば円安に行きそうなチャートではあるんですけどね、まあ、なかなか一方通行になりづらいのかなっていう感想です。で、明日からの、まあ、注目銘柄、見ていきたいと思います。はい。で、ソシオネクストなんですが、この後ですね、空売り状況、見ていこうかなと思ってます。で、土曜日ですね、土曜日の動画で、まあ、土日で出そうと思ったんですけど、祝日だったんで、月曜日、今日がですね。なので、土月にして、で、土曜日のは、金曜日に出た注目、PTS、値動きが、上がったものと下がったものの、まあ、材料を紹介させていただきました。で、まあ、ソシオネクストですね。
販売価格というかね、大株主が売るっていうところから、まあ、価格決まって、まあ、今1万5000前後で推移というところなんですが、まあ、自分が注目したいのはね、まあ、PTS プラス170っていうのありますけど、まあ、ある程度ね、まあ、地合いの影響も受けるかなとは思いますが、このね、2万のとこにある、2万の上にある、この東の窓、まあ、閉めれるか閉めれないかっていうのは、一つポイントになるのは空売り状況っていうのも見ていった方がいいのかなと思うので、今回は、ソシオネクストですね、ファンド会社の、空売り状況をちょっと注目していきたいんですけど、はい。で、7月、まあ、最後13とかね、12のとこなんですが、まあ、買い戻し、まあ、モルガンだったりね、買い戻しが目立って、さらに、報告義務が消失するまで、買い戻しされてると。まあ、ある程度、その、まあ、ゼロにならなくても、少なくなればね、このある程度の比率まで行くと、報告しなくていいんですよね。で、ある程度の基準を超えてる分には、プラスマイナスを報告しなきゃいけないんですが、13日、12日とね、まあ、2社報告義務消失ということになってますよね。で、まあ、モルガンが、モルガンスターレじゃなくてね、こっちのモルガンの方は、まあ、売り増しありますが、まあ、それ以外にも、まあ、マイナス、買い戻しだったり、もうポジション解消、もうゼロになってるね。メルリンチに関してはもうゼロですね。っていうのが目立ちます。まあ、このね、JP モルガンは新たに入ってきているっていうのがありますが、まあ、それ以外は、ここもですね、0% とかね、ポジション解消、ポジション解消っていうのはかなり目立って、まあ、11日から13日の間は、まあ、ポジション解消とか、まあ、圧倒的に空売り買い戻しっていうのが目立った、週となりました。これがソシオネクストですね。はい。で、あとはですね、ヘリオステクのね、まあ、トンピンさんも、フォロー外してますし、まあ、そこから、明らかなね、暴落もありました。で、まあ、値がついて、そこから連続陰線っていうまま、終えていますし、まあ、あとですね、買い班は、値がついたね、初日こそ、ストップ高、そして翌日、まあ、十字の陽線から、連続陰線という買い班ですね。で、まあ、ビューティー花壇もね、もう1000前半まで落ちてきていますので、トンピンさん銘柄、まあ、明日から、まあ、どこ上げてくるのかと、まあ、三つ星、松本なんかもありますしね、いうところで、また見ていきたいと思います。まあ、あとはですね、A バランスなんかも、まあ、かなり下のラインまで来てると、まあ、9000前半まで来ているので、まあ、もう一段落ちてね、前回安値の、まあ、7000台に入っていくのかという A バランスもあります。はい。で、最後はですね、カバーですね。カバーもちょくちょく値動きだったりとか、IR とかね、紹介したりしているんですが、やっぱりね、掲示板とか見てもね、Yahoo 掲示板とか見ても、まあ、かなりね、カバーって上位に来てることが多いんで、非常にこう根強いというかね、注目度高いなと思います。まあ、上場してから、まあ、約2倍ですよね、上がって、で、押し目をつけてまた再浮上というところで、まあ、金曜日はマイナス141ということです。PTS プラス 6.2 になっていますね。まあ、このカバーはですね、VTuber 事業などを手掛けているので、まあ、エニーカラーとかがね、対比したりとか一緒に見られることが多いと。まあ、値動きが似通うことが多いと思うんですけど、まあ、エニーカラーも、まあ、直近で IR 紹介したように、まあ、分割とかあったのかな。で、業績とかもね、上がって、株価もかなり激しく動いているというところで、まあ、一つは、まあ、トンピンさん銘柄自分も紹介してますし、まあ、カバー、エニーカラーのような、まあ、VTuber 事業、とかね、まあ、そういった銘柄、まあ、そして半導体ですよね、まあ、ソシオネクストもありますし、注目の半導体銘柄などをまた見ていきたいと思います。まあ、今週、来週とね、まあ、為替もかなり激しい動きになると思うので、明日からの動画で、また見ていきたいと思います。今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやっているツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、で、こちらのチャンネルですね。こちらのチャンネルもよかったらチャンネル登録をしてですね、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。